久保さん。まあ、あの、やらないですね。はい。<laughs> あ,のあの、まあ、オチが、まあ、億万長者合手のオチはもうね、やり合いの中でなんかちょろちょろ出てるんですけど、まあ、結局僕たちだけが億万長者、僕たちだけ、僕たちが結局億万長者になったよねってオチで、まあ、どれだけ言ってもやっぱやらないっていう数の方が大きいんですよ。これね、本当に全員やりだしたら、久保さんと僕もちょっときついですね。全員ライバルですみたいな。全員ライバルです。 ね、広島に、ね、ネットビジネスの情報を発信する。じゃ、ネット、あの、広島の県民全員が YouTube 始めたら、うん、結構きついっすよ。<laughs> でもそれないんで。それ絶対ない。まあ、絶対ないです。これ言い切ります。広島全県民が YouTube 始める。まあ、絶対ない。言い切ります。でもネットはなくならないことも、うーなんだあー絶対かなと思います。ネットがなくなったら、今、あの、 国が動かなくなくります。全部の医療機関とかもう全てがやばいですから全部ネットワークで繋がってるのでネットがなくなるイコール国が消滅するぐらいのすごいあの大打撃になると思いますだって今更ね政府の情報の交換とかもね文通でします文 <laughs> <分>通ね <laughs> 無理っすよだから今ネットが今後なくなるっていうことを考えてる時点で それは、まあ、考えてもいいんだけどネットがなくなることを考えてもいいんだけど可能性の問題で、うんまあ、ゼロじゃないかもしれないけど可能性が高い方を考えた方が、まあ、いいんじゃないかなと僕は思いますねじゃあ可能性が高い方を考えるってどういうことかというと確かにネットビジネスをやってね稼げるかどうかはわからないけども今の職場でね 一生懸命働いて、パソコン一台で自由な暮らし、隠居みたいな生活はできるんですかまあそもそもサラ,サラリーマンだったら隠居できないですよね。じゃあサラリーマンをしながら隠居の確率は0%じゃないですか。そもそも隠居じゃないですよね、サラリーマンで働いてたら。可能性を考えた方がいいんじゃないですかね、言ってらっしゃい。